ルチャールのお兄さんが病気になった、イルチャールのお兄さんが看病して、僕を呼んだ？僕を呼んだ？どうもどうも、僕はセトス。君は？僕に何か用かな？ま、お越しくださいました。実は今あなたたちにしか頼めない依頼を預かっておりまして。オイラたちにしか頼めない依頼？あ、もしかして魔人級の依頼ってやつか？冒険者協会の依頼にそのような分類はありませんよ。それにこの依頼も想像されているような規模のものではありません。内容はただの人探しですから。え、
なんでオイラたちにしか頼めないんだ？はい、この間積まれた依頼を整理していた時にたまたまこの人探しの件を見つけまして、一見すると普通の依頼なのですが、十数回と失敗した記録が残っているんです。その中には名高い冒険者さんたちもいました。冒険者協会の信用を守るため、そしてスメール支部の業績向上を考えた結果、ここ数年で依頼の達成率が一番高い冒険者さんにお願いしたく。ふふん、もちろんオイラたちのことだな。お二方はこの依頼の最後の希望です。もしあなたたちでも達成できないのであれば、依頼人に連絡して取り下げの相談をしようと思います。そっか、じゃあ早速教えてくれ。この人探しの依頼はビマラ村の方々が共同で出したものです。依頼をした方々は失踪者の名前すら把握しておりません。え？同じ村の人なのに名前も知らないのかよ。それに冒険者たちがこぞって失敗してるんだろ。もしかしてそんな人物は、いえ、その可能性はおそらく低いでしょう。依頼を出された際には村の方が複数人いらっしゃいましたし、依頼を出すにも手続き料としてモラが必要です。とりあえずまずはビマラ村で聞き込みをしてみてください。私のところにもいくつか資料はありますが。うん、任せとけ。さっさ、いらっしゃい。何かお求めで？あ、いや、オイラたち用事があってここに来た冒険者なんだ。ああ、その件か。はあ、正直に言うとここの人たちはほぼ諦めてるんだ。やってきた冒険者はみんなやる気、耳にタコができるほど情報について聞かれたし、ビマラ村の周辺の地面も掘られて調べ尽くされた。じゃあそいつの名前は？もともとどこ住んでたんだ？あとそいつの家族は？知らない、知らない、知らない。そんなに答えたくないのかよ。あ、いや、すまない。これは何もイラついてるわけじゃなくてだな、ただ君の3つの質問、知ってることはあまりないが、それでも印象には深く残ってる。ただね、それらの具体的な内容が出てこないんだよ。いずれにせよ村のみんなで情報を交換し合った上でこうな。わかったよ、そういうこと。ああ、確か20代前半の青年だったな。うちに客があまりいない時はたまに雑談の相手になってくれてね。結構そいつのことが気に入ってるんだな。そりゃそうさ、きっとみんなに好かれてただろう。今時あいつみたいに純粋な心を持った若者はそういない。なん、もしかしたらこっそりどっかに引っ越しただけなんじゃないか。いや、それはない。彼の性格からして挨拶もなしにいきなりいなくなったりしないだろう。うん、確かにそうだな。おや、客人かい？こんにちは、アマディアじいちゃん。オイラたちビマラ村が出した依頼を受けてきた。おお、そうだったか。ご苦労さん。あん、オイラたちいなくなった人のことをもう少し詳しく知りたいんだけど。ああ、もちろんいいとも。わしは目が不自由で、以前はよくあの子の声を耳にしておった。だが、こうしてあの声、あの子の両親はこのビマラ村におらんようじゃ。でも、あ、一人暮らしの老人のところへ家事を手伝いに行ったり、それから誰かが辛い目に遭えば、あの子はその話を聞いておった。村長として
あの子にはいくら感謝してもしきれない。なるほどな。そいつの失踪をお前たちが心配してる理由がなんとなくわかったぜ。でも名前、住所。はあ、そこはまさにわしが一番負い目に感じてるところじゃよ。ああ、無理して思い出そうとしなくても大丈夫だぞ。旅人、お前はどう思う？だな、おいらもそう思うぞ。いくらなんでも名前を覚えてる人がいないなんておかしすぎるし。住所も家族の情報もない。まるでこの世界から消えちゃったみたいだ。それってつまりこの世界から消されたんじゃなくて、ちょっと待ってくれ、おいらこからがってきたぞ。あなたたち、ビマラ村に来たばかりの冒険者さん？おお、そうだぞ。今、失踪事件の調査をしてるところなんだ。よかった。まだ諦めないでいてくれて。本当にありがとう。あ、私はアトッサ、ビマラ村の住民よ。その、どうか諦めずに、このまま。おう、そう心配しないでくれ。ところで、アトッサは手がかりって言えるかどうかわからないけど。他と大差なく見えるけど、私にとっては思い出が詰まった場所なの。よくこの木の下で話してたんだ、私たち。雲を見ながら風の流れを感じて。私ね、小さい頃森の中にいたらしくて、それをレンジャーが見つけてくれたの。みんなすごくよくしてくれたし、毎日楽しかった。寂しい？なんて言ったらいいかな。たまに楽しいことや悲しいことが心の中に湧いてくるの。みんな自分の暮らしがあるし、心の中を打ち明けるのって時に、あなたもそう思う？ひそっか、ならよかった。本当に羨ましい。私にとってね、彼は家族であり、どんなことでも彼になら遠慮せずに話せた。あの人は純粋で、気配りが上手で、いつも興味津々って顔をしながら。失踪してからも話したいことが山ほどあって。ううん、それはもういい。彼にもう一度会えればそれだけで十分。二人は本当に仲がいいんだな。じゃあそいつ自身のことで何かを。そうね、彼から聞いた話のほとんどはビマラ村で見た面白い出来事とか。あ、そうだ。前に、あなたの両親はどこにいるの？結局、それが単にここを離れたって意味なのか。となると。あ、こんなに話したのに役に立てなくてごめんね。こんなにたくさん喋ったのは、そういえば、あの人と話すのは、いつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると、彼と話してると、時間の流れがすごくゆっくりになって、確かにリラックスしてると時間の流れが遅く感じるよな。あれ？どうしたんだ？あれ？あそこのヒルチャールたち、なんだか様子がおかしくないか？あ、
いつらが何かやったのか？気づかれたぞ！戦闘準備だ！あたしはお披露目だ！はびこりなさい。反省しなさい、酔っ払った。世界を熱狂の渦に。せいかっこよっおっさ、さよなら。行こう。よっ、ありがとう。まさかこんなところにまで魔物が現れるなんて。これくらいわけないぜ。そういえば、確かにここ最近ビマラ村周辺のヒルチャールたちの動きが前より活発になってるみたい。ヒルチャールたちは常に落ち着きがなくて、たまに無差別に攻撃してくるんだって。まさか本当にアビス教団が関わってるのか。念のためビマラ村に戻って様子を見てみようぜ。あれって大変じゃないか。うん、ああ、貴様たちか。お友達私先に村に入ってるね。うん、またな、アトスさん。お前ってほんと神出鬼没だよな。貴様たちがアビスを追っている限り、俺たちの道が交差するのも当然のことだ。ってことは、アビス教団を追ってここに来たってことか。そうだが、なんだ、貴様たちは違ったのか。いずれにせよ、この地の異変には気づいているはずだ。どんなに、アビス教団は間違いなくこの近くで何か準備をしている。つまりこの近くのヒルチャールに落ち着きがないのも、あ、いや、ことここに至ってヒルチャールの落ち着きをなくす程度のことがやっ。でもこの剣がビマラ村の脅威になってる。無論村は守る。だがそれ以上に、アビス教団がここで何を企らん。もとより貴様の質問から逃げるつもりはない。案ずるな、今回は時間がある。なるほどな、そのような依頼を受けここに来ていたのか。まるで記憶の中にしか存在しない人。確かに気になるな。これ以外に得られたのはヒルチャールに落ち着きがないという表面的な情報だけか。こいつが血縁者の記憶の中で聞いた謎の声のことをな。旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか。なるほど、貴様のその言葉からは迷いを感じたが、真実が明らかになっていない今、それも取り返しのつかないことが起きる前であれば、二人の関係はまだ修復できる。貴様たちが知りたがっているあの罪人とは違ってな。あいつは過去に他の罪人たちと共に国を裏切り、この俺のことも裏切った。奴の名は預言者ベズルフェルニル。口にするのさえ嫌悪するが、あいつと俺の間には血のつながりがある。あいつがダインのお兄さんだって。罪人は合わせて5人いる。すなわちカーン・ルイヤの5大罪人だ。賢者フロプタチュール、預言者ベズルフェルニル、黄金レインドット、極悪鬼スルトロッチ、そして月の狩人レリル。俺の記憶がいかに摩耗しようと、あいつらの名前だけは決して忘れない。いつの日か必ず奴らへの復讐を果たす。今の名前いくつか聞いたことあるぞ。アルベドを創造したレインドットに、スカークの師匠スルトロッチ、
そしてたった今知った。コロタールを導いてアビス教団を作らせたダインのお兄さん。そいつらは全員かつてカーンルイヤで大きな希望を寄せられた者たちだ。当時俺を含めた6人が最悪の発生を食い止め、世界の根幹を揺るがしつつ、だがあの5人が胸に秘めていたのは欲望だ。奴らは罪人となり、同時に超越者となった。やがてカーンルイヤで最悪が起きたが、奴らは誰一人として立ち上がらなかった。はあ、このまま放っておけば奴らはいつか世界そのものを裏切るだろう。気にすることはない、言ったはずだ。貴様の質問から逃げるつもりはない。それでダイン、前回別れてから何か新しい手がかりは見…はあ、あれから引き続き運命の食器のことを追っていた。以前最古の幸運期の目を奪うことでその計画の一部を阻止したが、確か魔人オセルを改造するってやつだったっけ。ああ、だがあれは技術的な実験に過ぎなかったのだろう。必要不可欠な幸運期の目を手に入れていないにもかかわらず、何せその兆候がいくつも見られるからな。じゃあこれからどうするんだ。まだ間に合うんだよな。今最も優先すべきは運命の食器が何に使われるか明らかにすることだ。現在把握している情報からすると、運命の食器はおそらく地脈と関係しているのだろう。地脈？前に旅人が見た血縁者の記憶も、あの一帯の地脈が不安定だったことによるものだ。それにここ最近アビス教団を追っていて気づいたことがある。あれ？だとするとオイラたちがビマラ村で探してる、まるで記憶の中にしか存在しない人も。その可能性もゼロではない。明日から俺もそっちの調査に加わろう。またダインと一緒に行動できるな。じゃあ今日は早めに休んで。あ、昨日は考える。とりあえずダインのところに行こうぜ。あれ、ダイン？おーい、ダインってば。な、何かあったのか？貴様たちが話していた失踪者だが、そいつはどんなやつだ？お、確か20代前半の男の人だったよな。先ほど頭の中にあるものが突然現れた。どうやらそいつに関する記憶のようだ。なんだって？ひょっとして昨日あいつのことを話したから。いや、あれは夢じゃない。今朝目が覚めた後、確実に言えるのは俺はこの男に会ったことがないということ。ああ、確かその記憶で俺は最古の幸運期の目をそいつに渡していた。え？ってことはいなくなった人がアビス教団とつながってるのは確かみたいだな。ああ、それにおそらくそいつは人の脳内に記憶を埋め込む能力を持っているようだ。それが本当ならビマラ村のみんなもただ頭の中に嘘の記憶を埋め込まれただけなんじゃないか。でもこんなことをしたところで一体。今朝のこの一件でアビス教団側の状況が一つ露呈した。お、それって？奴らは依然として最古の幸運期の目を求めている。このような記憶を埋め込んだのも目のありかを唯一知っている俺の頭を混乱させるためだろう。ふん、そう心配するのも無理からぬことだ。だがアビス教団にそれを現実にするほどの力はないだろう。しかし奴らの目に対する執着を見る限り、それなりの用心はしておくべきだ。目がまだこちらの手にあるか確認しておこう。目を確認。
した場所に行くのか。ここに隠してあるのか。確かに人気が全くないし、早速確認しに行こうぜ。待て旅人。急ごう、入るぞ。ここの仕掛けはどうやら時間の経過とともに変化しているようだ。横の扉から上層に行ける。そこで仕掛けを再起動するとしよう。全ての符文を光が指し示すエリアまで回転させることでここの仕掛けを解けるはずだ。進むとしよう。目指す終点はもうすぐだ。
ここが一番奥みたいだな。気をつけろ、アビスの気配だ。予想通り、偽りの記憶は罠だったか。アビ、これで奴に会う機会も。ダイン、急にどうしたんだ。感じなかったか、血脈の乱れだ。アビス教団め、またお前って本当に感覚が鋭いよな。貴様たち、今から俺の言う通りに動け。今アビス教団は何かをしようとしているところだ。このタイミングでビマラ村に戻れば二手に分かれると考えればいい。やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることでようやく俺の前に現れる気になったか。君は自分自身と幸運鬼の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだ。誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ俺の方なんじゃない。末光の剣、ダインスレイブ。一人で来たのか。貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか？十分な準備をした末光の剣を前に、いくら戦力を投入したところで無駄なことだよ。なら俺一人で君に立ち向かった方がマシだ。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。でもその話は俺を倒せたらにしよう。アビス教団が動いてる上に血脈もおかしくなってるなんて。急いでビマラ村に戻ろう。おい、あのヒルチャールを見ろよ。落ち着きがないって話だったよな。なんでまたおとなしくなってるんだ。新たな世界で彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ、二度と苦難に思い悩まされることはなく、冒涜に関する概念も区別する必要がなくなる。これを代償に魂は純粋で透明になるんだ。あ、聞こえたか？今の声って一体。優しい口調だったよな。あの声がヒルチャールたちをなだめたのか？なんだかよくわからないぞ。
同じだ。みんなおとなしくなってるぞ。ほら、君も僕もここにいるよ。僕たちは引き換えに無限の時間を手に入れ、悲しみに暮れる時も涙を飲む必要がなくなるんだ。あっちを見てくれ。あいつら寝てるみたいだぞ。そして最後に彼はささやく。眠ろう父よ。心安らかに眠るんだ。再び目が覚めた時、僕たちはもう互いを区別する必要がなくなる。詩のようにも物語のようにも聞こえるな。でも少なくともヒルチャールたちは落ち着いたみたいだ。これでビマラ村も多少は安全になったな。とりあえずヒルチャールのことは置いとこう。今なら例の失踪者が見つかるかもってダインが言ってたし。アビス教団が何かしてるみたいなんだけど。アビス教団が？あ、そういった話は聞かんが。まあ何にせよ気にかけてくれてありがとう。あ、そっか、ならよかったぜ。あ、そうだ、オイラたち今日村にいなかったんだけど。失踪者？誰のことじゃ？ずっと探してるビマラ村の青年のことだぞ。その人探しの依頼を受けてなかったらオイラたちもビマラ村には来てなかったんだけど。すまんの。だがそう慌てんでくれ。少なくとも今のところお前さんたちの言うことに全く心あ…どういうことだ。わかったよ。邪魔したな、アマディアじいちゃん。絶対おかしいぞ。昨日アマディアじいちゃんと失踪者について話したのに、お前はどう思う？あ、まさか。そうだな、こんな。失踪者？やっぱりこんな。お前が褒めてた青年のことだぞ。20代前半の熱心で優しいやつだって言ってたじゃんか。おお、誰のことを言ってるか。え、本当か？私が今の若者をそう高く評価することは彼しかいないだろう。間違いない。だがなぜ失踪したと。彼ならさっき他の人と一緒に村を出て。おかしいなあ。バハラームはまだ失踪した人のことを覚えてたぞ。あ、もしかして記憶に問題があるんじゃなくて。
マハールカデバータの時みたいに誰も彼のことを覚えてない。記憶に変化が起きてるみたい。時間を遡っていて彼の失踪前に戻ってるのなら、村人たちがその失踪を知らないのにも説明がつく。記憶の中にしか存在しない人、私たちは今誰かの記憶の中にいるんじゃ。オイラたちが誰かの記憶の中にいるだなんて。そうだぞ、なんでオイラ血脈の乱れのことが頭から抜けてたんだ。お前が前に血縁者の記憶に入ったみたいに。それに本当にその通りだったら、ここの時間があいつの失踪前だってことにも説明がつくな。ああそうだな、記憶の中にしか存在しない人。でもさっき他の人と一緒に村を出たってバハラームが言ってたよな。血脈の乱れがいつまで続くかわからないし。今んとこそれが一番効率のいいやり方。この前オイラたちは失踪者に能力があることを確信した。そう、それだ。その能力をもとに考えていけば、例えばその能力の決定。みんなの記憶の中にある情景はほぼビマラ村、あるいはその近隣のもの。記憶の中で時間が流れたら元の記憶との間にズレが生じてしまうかもしれない。実際に経験した記憶と埋め込まれた記憶ではどうしても差が生じるはず。後者には何かしら時間に関する制限が出てくるかもしれない。違う、ダメ。なるほど、道理で空の色がずっと変わらないわけだ。これが記憶を埋め込む能力の欠点か。記憶は追加で埋め込まれるものだから、埋め込まれた側は1日に24時間以上のことを経験することになる。でもその追加分の記憶の中で時間が流れちゃったら、例えばこんな疑問が浮かぶかもしれない。その違和感をなくすためにある時間帯を丸々埋め込むんじゃなく、空の色は彼女が言ってた時間と一致してる。ダインが少し前に記憶を埋め込まれてた。村長は彼のことを忘れてしまったのかと思ったけど、実際は人探しの依頼を出す前になっていただけだった。あ、思い出した、アトッサは確かにそう言ってたな。そういえばあの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって。うわ、間違いない、ここはアトッサの記憶だったな。ジェイットおばあちゃんはね、若い頃にやってた傭兵の癖が抜けずについ言ってしまうだけなの。あ、そういえばいつも私ばっかり喋ってるよね。もし何も思いつかないなら、その私のことをどう思ってるか教えてほしいな。君は芯が強くて、それでいてすごく繊細な子だと思うよ。これから素敵な人にたくさん出会ってとても幸せな生活を送ることになる。僕のことなんかすぐに忘れるくらいね。あれ、あそこにいるのってあなたのお友達？
そっか。記憶の中のアトッサはまだオイラたちのことを知らないんだよな。うん、友達だよ。きっと僕を探すためにかなり苦労したんじゃないかな。だからごめん、アトッサ。さっきの続きはまた未来で話そう。未来か。うん、いいよ。じゃあ私先にビマラ村に戻ってるね。君に会えて嬉しいよ、旅人。僕たちが会うのはこれが初めてだよね。アビス教団の創立者で不死の呪いを解いた男。その極限の悲しみから生まれて、あの子は運命の食器になる。アビスの力を盗んだカーン・ルイヤの五大罪人の一人である。違う、もう少し考えよう。違う、もう少し考えよう。あなたはカリベルト・アルベリヒだね。え、僕のことを知ってるの？驚いた。君とは初対面のはずなのに。あ、そっか、記憶のおかげだね。血縁者の記憶を通してあの頃の僕に会ったことがあるんだ。ここはアトッサの記憶で、もともとは彼女にお別れを告げに来たんだけど。場所を変えよっか。さよならの挨拶は。僕の意識空間、そう理解してくれていいよ。僕が現実世界に存在してないことは君たちももう知ってるでしょ。大丈夫、お客さんをもてなすくらいの力は残ってるから。ずっとこういう風に君と話したかったんだ。極限の悲しみと苦痛、血に流れる希望と悔恨、そして常識では測れない。アビス父さんはかつて言った。これら全てを揃えた時、僕は運命の食器になれるって。でも実際僕は運命の食器になれたとは言えないだろうね。運命の食器はただ僕を利用して組み上げられただけなんだから。その瞬間、カリベルト・アルベリヒという人間は死んだんだ。今君の前に立てるこの僕も、ただ運命の食器の中に残された一つの意識に過ぎない。運命の食器は血脈を紡ぐことのできる機械なんだ。初期段階では記憶を作ったり埋め込んだりすることしかできないけど、運命の食器が完成に近づくにつれ、その機能はますます強化されていく。そして運命の食器が完成し、血脈さえも紡げるようになった時、記憶に影響を与えるような初歩的な能力は消え、運命の食器は正真正銘世界規模の道具になるんだ。うん、運命の食器が出来上がるまで
この未完成品の操作権限を僕が持ってるのは、ある種の埋め合わせといったところかな。だって、これのために命を捧げたんだからね。あ、それについては、僕はただ、僕という人間が存在してたことをみんなに知ってほしかったんだよ。まるで、この世界を生きていたかのようにね。君が今考えてることは大体わかるよ。僕が無意味なことをやってるって思ったんでしょ。でも僕は本当に悔しかったんだ。もしこの世界をちゃんと生きていたら、もし自分の人生があったら、みんなの目に僕はどんな風に映ってたんだろう。アマディアじいちゃんにバハラーム、ジェイットおばあさん、それにアトッサ。災いも呪いもなく、ただ静かな村でみんなと平穏に暮らす。その時僕はどうしてるんだろうって、それが気になって自分の人生を歩んでみたくなったんだ。たとえ僕の生きた痕跡が人々の記憶をつなぎ合わせてようやく形になるものだったとしても、見苦しいよね。僕はもうとっくに死んでるっていうのに。僕の命は8歳で終わりを迎えた。大人になる機会なんてなかった。精神年齢だけが無意味に成長してる。この大人になった姿も父さんの見た目から想像したものに過ぎない。うん、知ってるよ。でも僕にはどうしようもできない。もし現実世界に存在したなら、僕だって突然みんなの前に現れて驚かせたかったさ。お、うん、末光の剣、ダインスレーブ様のこと？ああ、そっちはもう終わったはずだよ。行く必要はないと思う。うん、だって僕はもともと記憶の中にしかいられない存在だからね。運命の食器がもう完成したってことだ。ダインスレーブ様のことなら心配ない。無事だよ。目を失ったのは僕が彼の計画を当てたからだ。あの目はダインスレーブ様の体内に隠されてたんだよね。おそらく彼の当初の計画はアビス教団の策を逆手に取って偽の隠し場所に誘い込み、再び王子様に会うことだったんだろう。そして幸運期の目は君に預け、先にそこから離脱させる。そうすればダインスレーブ様は自分の目的を果たすのと同時に目の安全も確保できる。そう、それは彼が渡したと思ったからだ。君たちが偽の隠し場所に入る前だよ。待て、旅人。どうしたの？急ごう、入るぞ。あの瞬間僕はダインスレーブが旅人に目を渡したという偽りの記憶を埋め込んだ。急いでいたからダインスレーブ様はそれを信じ込み、何の違和感も覚えなかったよ。ごめん、どうしても運命の食器を完成させないといけなかったんだ。そのためにはあの目が必要だった。
別に隠すつもりはないけど、実は僕も王子様の目的を知らないんだ。テイワットの地脈体系は星の深くに根を張ってる。新しい地脈を想像したところで元の地脈に取って変わることもできなければ、殿下が考える計画の前では僕はあまりにも小さい存在だ。でも少なくとも僕は運命の食器で自分の目的を果たせた。うん、覚えてるかな、僕の父さんコロタール・アルベリヒのこと。記憶の中であの人に会ったことがあるよね。ヒルチャールだった僕はアビスの力によって知性を取り戻した。そんな僕を父さんは物語でなだめてくれた。ここは童話の世界であり、僕はただ小さな怪獣の姿になっただけだ。一瞬ではあったけど、あの話は確かに僕の恐怖を和らげてくれた。僕の目的は至ってシンプル。運命の食器が完成する間際、記憶を想像する機能が最も強くなったタイミングで、全てのヒルチャールに偽りの記憶を埋め込むことだ。僕は父さんのようにその記憶で彼らに童話、愛、それから僕たちに関する物語を聞かせた。僕には世界を変えることなんてできない。現実世界の存在すら失った僕からすると、これが最も有意義なことだった。うん。僕は運命の食器に残ったわずかな意識に過ぎない。だから、本来ならずっと前に消えてしまうはずだった。こうして寝る前の物語を語り終えた以上、もう、休まなきゃね。最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベルトの意識が消えたことで主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら俺だってホタルを抱きしめてた。少し話そっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会ってめったにないからね。さっきの戦い本当に大変だったんだ。ああ、ラインとの戦闘のことなんだけど、まさか俺に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の俺でも末光の剣にはかなわなかったはず。500年前ならなおさらだ。そうだね。運命の食器。実は、その機能を完全に活かす方法は、今も見つけられてないんだ。天理が目覚めるまでね。500年前に、カンルイヤで災厄が起きてから、天理は眠りにつき、消息を絶った。少し前に、水神が自分の鎌倉を壊したのを
ホタルも見たよね。規則をああもないがしろにしても、天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず、天理が目覚める日は訪れる。今の、うん。ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今俺たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったよね。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。でもそんな彼の存在する権利を、もちろんこれはほんの一例に過ぎない。俺が天理に抱いてる感情は、言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。お、ホタル。この世界で、そういう風に私を呼ぶのは、お兄ちゃんだけだよ。本当は、お兄ちゃんに聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だって、わからないの。あることだけが、どうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの？旅の終点で、果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてるかな？ずっと昔、俺たちが一緒に他の星々を旅してた時、ホタルはこう言ったんだ。宇宙のどこかで、あの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所には、その花の海が、目の前に広がってた。これって、ただの偶然だと思う？それって。俺だって、ずっと思ってたんだ、ホタル。でも戦争が終わって、あの最後の答えを手に入れるまでは、自分とどう向き合ったらいいかわからないんだ。ましてや、ホタルのこととなると、なおさらね。空間が。主がいなくなったから、もうここを維持できないんだと思う。実は、この空間は、お互いに触れられないだけじゃないんだ。カリベルトが消えた瞬間から、ここで起きたことは、誰の記憶にも残らない。すべてあるべきじゃなかった。俺たちが今回再会したこともそう。そんな。なんでもっと早く教えてくれなかったの？昨日村の近くで眠ってたみたいなんだ。あ、それとさっき隊員が来てたぞ。お前の無事を確認した後、何か考え込みながらここを離れてったぜ。大丈夫かなあいつ。あれ、そういえば記憶の中でオイラたち誰かに会ってた気が。確かカリベルトって呼んでたよな。そいつがオイラたちの探してた失踪者だったのか？その後どうなったんだっけ？え、本当か？それってすごく重要な情報だろ？で、その
ここにいたのか。バハラーモン？外から戻ってきたみたいだけど。いいこと？ああまあ昨日のことなんだが、ビマラ村でも捜索チームを組むことになったんだ。それで失踪者を探していたところ、話を聞くと、ある日の夕暮れ時に村の外にある木の下を通ったら、例のそいつは一人で居眠りしてたらしい。しばらくすると両親らしき人がやってきて、彼その話を聞いて次第にみんなも思い出したんだよ。まったく、どうして。ああそうそう、失踪した若者の名前も思い出したんだ。カリベルトっていう青年でね、変わった名前だろ。もっと早く思い出せてたらよかったんだが、この先の未来をあいつが楽しく過ごせるよう願ってるよ。どうやらみんなカリベルトが村を離れたって思ってるみたいだな。とにかくこれで事件も一件落着だ。そういえばアトッサはどうしてるかな。あいつの様子も確認しといた方がいいんじゃ。村にはあいつの姿がないみたいだし。行こう。してるんだ。あなたたち、よかった。ちょうどお礼を言いに行こうと思ってたんだ。私も捜索チームに参加しててね、途中でカリベルトさんのことを思い出したの。はあ、こんなに大切な思い出なのに、なんで忘れてたのかな。確かにそう言われたことがあったような。いつ言われたんだっけ。人生は思い出からできてるものだから、彼と過ごした日々はもう私の人生の一部になってる。あの人に出会えたことを幸せだと感じられてるんだから、それで十分。未来のことなんて誰が気にするの。はいはい、認めるよ。私って実は振られたんでしょ。じゃなきゃどうしてカリベルトさんはさよならも言わずにそのまま行っちゃったの。別に慰めなくていいよ、大丈夫だから。カリベルトさんがいつも言ってたように、思いもよらないことが起こるからこそ人生は尊いの。でももし彼にその気があったら、やっぱりたまに会いに来てほしいかな。ここ数日本当にお疲れ様。私はジェイットおばあちゃんのお手伝いに行くから、二人ともまたね。これでいいんだよな。みんなの生活も元通りになったはずだし。あ、そういえばさっきお前が言ってたけど、写真か、誰からもらったんだ。のお兄さんが病。気になったイルチャールのお兄さんが看病して。
ミョン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 。